はい、では今回もワールドウォー2フリフォで前回に引き続きやっていきます。ここベータにもあったマップね。使う武器は今回はSMG の2番目か3番目の PPSH 使っていきます。これ開発元は違うけどね、ワールドアットウォーにも登場した武器で、ソ連の武器ね。すんげえ強いんだよね、この武器。まあ、今作では、まあ、日本軍のあの、百式と同じく、ソ連は登場しないけど武器はあるっていう感じで。はい。今のはちょっと失敗した気がした。ここな、ロングレンジは立たない方がいいな。どっから湧くんでしょうか。待って。マジか。これレンズサイドつけてる意味なかったかもしんないな。ようやく1キル。この武器はとにかくね、まあ、安定するね。まあ3人ぐらいいた。 OK。 あとは弾も多いし、ワールドハットボーのね、PPSH はもっと弾あったはず。こっち？ここ前に置いとくのいいな。困った時は腰打ち、SMG は。ちょっと、そこにいる。OK。 なんかラグってたけど、マインなんて置いちゃおうね。リロード。あ、マインが。 OK。いやいや、こっちか。 OK。 ここからポイント差を埋めれるか。リーコンが来てる。なんか入ってくんな。3ポイント差か。もう一人来るな。やべ、弾ね、一発だと。ワッフェ、これレート高い武器だな。あー、危ない。 OK。 あれ、こんなに安定した武器だったっけ、これ。来ない。あ、いや、レート高いわ。今左から来てなかった？はい、よし、抜いた。奥にいる。逃げる。とはこっち行ってみるか。ここいるっしょ。あ、強いな、この武器。接近向きだけど強いな、おい。
ちょっとこれは遠い。ぶねえ。よし、抜いてるよ。ストリークを使う余裕がないよ。UAV。OK、マジで強いよ、これ。どういうこと？お、また後ろか。こっちか。OK。もう一人いるな。おお、後ろ。さあ、ストリーク使おう。爆弾。ほんとこれね、プレデターミサイルを思い出すよね。はい。で、戦闘機乗りと。一人か。ドミネとかだとね、3人ぐらい倒してる人見たね、これ。今回 PPSH のはずなのにほとんどワッフェじゃん。これもうワッフェの方が強いのでは？気のせい。遠い。こういくか。OK。おー、爆弾。OK。ワッフェの方が強いのでは？そんなこと言ったらダメだ。あと一人は、マインでも置いといて。オッケー。まあ PPSH のはずがほとんどワッフェだったな。よかった、ここのキルが PPSH で。というわけでね、 PPSH を使おうと思ったらちょっと思いとどまって、ワッフェでも使ってみてください。あ、切れちゃったし。それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。